中年オタッキーです、先日はね、東名高速のね、東京ゲートから、首都高を走る動画をアップしました、私がね、走ってる仕事でね、走ってる、動画っていうのはあんまりね、アップしてないんですけどもね、どんな感じで走ってるかっていうだけでもね、分かっていただければと思います、まだね、見てない方は、ぜひね、もう一個前の動画になりますのでね、トラックがね、大量に走ってる、東名高速、首都高速の映像を出しておりますので、よろしかったらご覧くださいませ。はい、今日はね、通常の動画に戻りまして、このオリンパス OM1 の、紹介ですね、写真も撮ってまいりました。それでは、動画スタート。はい、このね、オリンパスの OM1 なんですけどもね、以前ね、パソコンをね、いただいた、動画を紹介しましたですけど、その時にね、一緒に送ってもらうズボラ様からね、寄贈されたカメラになります。本当にありがとうございます。存分に楽しんできました。このカメラの紹介なんですけども、発売がね、1972年の7月ということで、昭和47年ですね。もう48年前になるのかな。最初はね、 M1 っていう名前だったんですね。ただ、M1 というとね、ライカの M シリーズと名前が被るということで、ライカ社からね、製品名変更の申し入れがあって、1979年5月より、OM1 に改められたということで、結構7年間ぐらい M1 で売ってたんですね。その割にはね、M1 の中古流通少なくってね、M1 って書いてある OM1 はプレミア価格になってますね。布膜シャッターのリボンの紐への変更。布膜シャッターってね、先膜と後膜つないでリボンがついてるんですけど、それを紐に変更したらしいです。ミラー駆動ショック吸収するエアダンパー、集光コンデンサーを省略し、曲面の仮面を持つペンタプリズム、様々な独創的な発想がボディの小型化とシャッターの作動音、ショックの低減を実現しました。シャッター耐久は10万回という高耐久を実現。ファインダースクリーンはレンズマウント側から交換可能。OM1 生産数にあたり、軽量化のため用いる鉄素材に対する防水技術、ペンタプリズムの加工技術、耐久性を高める熱処理や表面処理技術など、さまざまな面の車内技術が大きく向上発展いたしましたというオリンパスの、公式ホームページの内容ですね。価格は39,500円ということで、これ多分ボディの価格でしょうね。レンズなしの価格だと思いますね。で、このカメラ撮ってきたんですけどね、とにかくちっちゃくて軽いんですね。これ35-70のレンズがついてるんですけど、カメラボディだけじゃなくてね、レンズまで小型化したというね、焦点距離が変わってもあんまりレンズの大きさが変わらないんですね。これ有名なね、オリンパスのね、前谷義久さんが、設計したカメラで、M1 っていうね、名前もね、前谷の M がついてるんですね。人の名前がついたカメラということになりますね。で、OM1 の O は、オリンパスということで、OM1 になったんでしょうけどね。で、さっきもね、ちょっと、文章の中にありました、シャッター、作動音、衝撃の低減ということで、これね、確かにね、作動音もね、低いしね、衝撃も少ないんですね。で、音は何よりいいんですね。わかるかな？スピーカーで聞く音だから、ちょっと低いね。ものすごく静かです。静かで、ミラーの音もね、小さいですし、なかなかね、こだわった作りになってます。このようにね、もうマウント、が大きく見えるぐらいね、ボディがちっちゃいんですね。この当時の、カメラボディの、大きさとしてはトップの、一眼レフでは、世界最小だったのかな、発売当時は。ただね、小型軽量に作られてるっていうことでね、なんていうんですか、この巻き上げの動作とかはね、若干ちょっとガサツな面もあります。中でこう
カリカリカリっていうか、ガシャガシャガシャっていうかね、なんか抵抗感があるものにはなってますね。フィルム質はこんな感じですね。まあ、フィルム質って見せるんですけどね、びっくりするのがね、ここですよね。ファインダーの覗き穴とね、この上の隙間がほとんどないというか、もういかにね、贅肉を落としてね、究極に小さく、作ろうとしたかっていうのがよくわかるカメラですね。これね、まあ、小さく軽くということで、一眼レフカメラっていうのは基本的にその、でっかく重たいもんだっていうね、常識をひっくり返す。前谷義久さんって言えばね、いつでもね、常識をひっくり返す、アイデアをね、カメラに盛り込んでくる方ということで、まあね、世界初の量産ハーフカメラを作ったのも彼ですし、ちょっと人と違う、アプローチをするっていう考え方の人なんですよね。それが、そういう考え方がね、革新的なね、製品をね、生んでいくわけなんですけど、前谷さんほどね、新たなね、その革命的なものをバンバン作った人はなかなかいないみたいで、世界的に有名みたいですね。はい、でね、作例を撮ってきたんですけど、今回の作例は、この35-70mm、OM システムの、なんだこれは、S 随行ですね。OM システム S 随行オートズーム3570F3.5 から4.5 というレンズ、これ1本で、フィルムはね、コダックのトライ X400 を使用しました。現像はね、D76 スタンダード24度で、現像時間は5分となっております。なんかね、現像のね、質問とかがね、ちょっと多くなってきてますんでね、現像のデータも、ちょっと紹介しましたが、で、作例なんですけどね、このレンズで前回ね、OM10 で撮った時はね、ややもっさり感があったんですけども、今回は非常にキレのいい写りになってます。これはフィルム力なのか、それとも OM10 のね、ピントの精度が落ちていたのか、なかなかシャープになってますよね。背景ボケはね、ちょっと若干ざわついてる写真もありますけど、これいい写りだと思いますね。これズームレンズの3570の写りに見えますかね。かなりシャープですし、背景ボケもね、そのざわついてる写真もありますけど、まあ雰囲気がいいように写ってる写真もあることはありますね。ちょっとね、このカメラ、で撮ってね、この3570のズームレンズの前回のね、出来が、若干もっさりしてたんでね、雰囲気重視のレンズなのかなと思ってたら、このカメラで撮ったらね、バシバシにね、シャープに撮れました。まあフィルム前回 OM10 で撮った時は何で撮ったのかな、もしかしたらピントの精度がおかしかったのかもしれないですね。で、これは、綺麗に撮れました。まあ、トラブルもね、いろいろ、出やすいカメラにはなってます。まあ、このカメラもね、いただいた時はね、このフィルムのね、巻き上げハンドルが全部空振りしてました。まあ、その時説明したんですけど、ラチェット式になってて、それが動かなくなってね、これが空振りするようなね、現象が起きるカメラになってます。それと、電気系統はどうもダメみたいで、配線を引き直してね、電池を入れて通電確認をしたんですけども、露出系は、作動しませんでしたので、今回は、全て、何ですか、体感露出で撮っております。はい、OM-1 のね、紹介だったんですけど、このカメラね、人気がものすごく高くて、ヤフーオークションとかでもね、1万円をね、普通に超えていきます。まあ、ここまで人気が高い理由は何なんだろうなっていうのもありますけどね、もう徳島とかね、地方ではね、まずジャンクコーナーには出てきません。東京あたりではね、ジャンクコーナーに並んでるっていう話も聞いたことがあるんですけどもね、まあとにかくヤフーオークションとかで買おうと思ったら非常に高価でね、もしそのジャンクコーナーとかに並んでて動きそうだと、まあメカニカルシャッターなんで分解すればね、結構動く、ものになると思うんでね、
ジャンクコーナーとか並んでたらね、まあぜひぜひゲットしてみてください。でまあ本機の特徴をちょっと最後に言いますけど、ここにねシャッターダイヤルがあるんですね。コンパクト化するためでしょうけど、ここにはね感度ダイヤルがあるんで、まあこの設計はねちょっと、賛否分かれるところかもしれませんね。こっちにシャッターダイヤル持ってこれなかったのかっていう話もありますけど、そこはもうねどっちがいいかっていうのは前谷義久さんに、なんでこうしたのって聞くぐらいしかないから、まあニコマートの、FT とか FTN もこの方式ですけども、コンパクト化するために多分こっちに持ってきたんでしょうね。これトラブルないのかな、これもトラブルがなんか出そうな、気配がしますけども、どうなんでしょうね。はい、今日のカメラ紹介はこんな感じになります。ここから先はね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターは達也さんですね。今日は3枚組の投稿ということで、タイトルは半径 500m の世界ということですね。カメラカールツアイス、ウェラマット、レンズがテッサー 50mmF2.8、 フィルムはねコダックカラープラス200ということですね。これなんか60年ぐらい前のカメラということで、その割にはねやはりカールツアイスのレンズなかなかの描写力になってますね。これ太陽が直接2枚目太陽が直接レンズに入ってフレアが広がってるんですけども、大崩れはしてないですね。この時代のコーティングどうだったんでしょうね、カールツアイス。まあ、3枚目もね綺麗な描写になっておりますね。なかなかの、作品になっております。半径 500m の世界っていうのは、どうやらね自宅から 500m 以内で撮ったということで、こういう組写真もまあありなのかなって思いますね。はい、達也さんありがとうございます。次がね、井上ひじりさんの作品で2枚、1枚目がねうだるような夏の日差し、2枚目が、スーパームーンですね。1枚目がねキャノン EOS M2 EF22mmF2STM、 2枚目のスーパームーンがね、EOS KISS X7 EFS55-250F4 から5.6ISSTM ということですね。これね1枚目なんですけどね、これは完全に露出オーバーなんですけど、その露出オーバーで多分わざと撮ってると思うんですね。うだるような夏の日差しということで、うまいことねこの強い日差しをね表現できてると思います。で2枚目のスーパームーンなんですけどね、これね EFS55-250F4 から 5.6ISSTM で撮ったということで、吊るしのレンズですね、いわゆるね。でもねここまで撮れるんだということでね、うまいこと撮っておりますね。はい、井上ひじりさんありがとうございます。次がねノブックさんの作品で1枚、タイトルがね太陽と青空、カメラがニコマート FTN、 レンズズームニッコール35-200F3.5-4.5、フィルムはねフジクロームベルビア100ということですね。ひまわりの花びらを太陽に見立てましたということ、これは面白い構図ですね。描写も素晴らしいですね。これズームレンズなんですけど色修正とかどうなんでしょうね。これは綺麗に写ってますよね。僕個人としてはねひまわりの黒い部分ですかがちょこっと出てもよかったかなっていう気もしますけど、これはこれでね構図面白い構図ということでね、ノブクさんねなんかそう何ですかクロートっぽいところをね見せてくれますね。はい、ノブクさんありがとうございます。次がねサムライジャパンさんの、作品で2枚、どちらもねカメラトリップ35、フィルムがねフジクロームベルビア50ということですね。タイトルがね1枚目が崖下の青、2枚目が若い命ということですね。2枚ともリバーサル写真でね非常に美しい仕上がりになってます。ベルビア50のねその解像度の高さ、トリップとの相性も、なかなか良くなってますね。特に2枚目のね光の使い方はね非常に好きですね。これトリップでこれが撮れるっていうからすごいな。
これセレンコー電池のねプログラムを落としちゃった、のカメラですからね、これベルビア50で撮れて、なかなか勇気いるんですけども、結果的によく撮れてますね。サムライジャパンさんね、なんか、トリップでねその撮るテクニックっていうのをね、この間ちょっと一つ教えてもらいましたけどね、太陽がレンズに光るような、場面ではまず違う方向でシャッターを半押してから構造を決めるっていう、なかなかのテクニックの持ち主であります。サムライジャパンさんありがとうございます。次はね1都市9さんから2枚、1枚目がねそよ風、2枚目が木漏れ日ということでね、どちらもオリンパス OM10、随行 50mmF1.8 ケントメア100で撮られてます。1枚目の方なんですけどね、被写体構図ともにも完璧ですね。そよ風っていうことでね、風が吹いてる様をね、これ結構ね止まってる写真で動いてるものを撮るっていうのはね、動き感が出にくくて難しいんですけど、これ見事に撮られておりますね。2枚目はねちょっとメインの被写体が弱かったから沈み気味ですね。僕だったら、いつも言ってるように縦構図でクローズアップするんでしょうけど、ちょっとこれね粒子が結構出てるんで、現像にちょっと問題があるのかもしれません。はい、1都市9さんありがとうございます。今日はここまでになるのかな。はい、それではね次はね俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はねガメラさんの俺のカメラですね。またまた俺のカメラに投稿です。ミラーアップで純正アイカップ付きのジャンク1000円でゲットしたミノルタ SR1S を分解清掃、修理を経て感動品に復活しました。分解ついでに SR シリーズの難点であるファインダーの暗さについてもα7000のプリズム移植で解消、明るい視野を手に入れました。レンズ、手持ちのレンズと別にこれも破格での2500円で入手した希少な感動品の露出系 SR メーター S を装備して出撃準備完了です。下級機の SR1 系が最終型で戦闘力アップ、まさにジムキャノンです。なんてジムキャノンをね知ってる人はなかなか、マニアックな人ですけどね、まさにジムキャノンですね。これねまあ、この当時のカメラ結構ね後付けで露出系をねつけるということで、キャノンのね、なんだっけ、キャノンフレックスとか、そんなんでもね、出てきますけど、これね、仰々しいというか、ちゃんとね、はめる溝がね、最初からあるんですよね、露出系をね。でね、通常はね、あんまりつける人いなかったんでしょうけど、これ結構高かったんじゃないかな、当時ね。で、レンズもね、MD6 コールのね、50mmF1.4、綺麗なレンズになっております。何よりね、α7000 のプリズムをね、乗っけちゃうっていうね、魔改造というでも言いましょうか。それはね新しい世代のプリズムですからね、古いものよりは当然いいんでしょうけど、ついちゃうんですねそれがねすごいと思います。はい、ガメラさんありがとうございます。今日の動画はねまあこんな感じになります。いかがだったでしょうか。ちょっとねOM10 でね大した写りじゃなかったかなっていうレンズが OM1 でねびっくりするように綺麗に写ったんでね、ちょっと驚いておりますが、まだねズボラさんからいただいたカメラ OM2 もありますんでね、そちらでもねこのレンズでテストしてみようかなっていう気にもなってきましたが、 50mm もねまあ一応あることはあるんですよね。で次回の動画なんですけど、次回の動画はこいついきます。はい、これねキャノン T70、確かね当時の愛称はオートマンだったような気がするけど、違ったかな、インテリジェントシューターだったかな、わけわからなくなっちゃった。で、レンズはね、以前ね、ミッシェルさんからね、提供いただいたね、FD50mmF1.8SC っていうね、これなかなかね、写りが、定評のある、レンズでして、カメラボディはね、以前ね、もう随分前に動画撮った、まとめて、ジャンクまとめて購入っていうやつについてきたカメラでした。感動品でした。で、使ったフィルムがね、なんだっけ、コダックの TMAX400 か。こちらはね、ドリームロコモーティブ様から提供いただいた、なんか、いただき物が大量、いただき物、いただき物になってきてますけどね、助かっております、本当にね。経費がなかなかね、
経費がかかりますんでね、フィルムカメラなんで、まだ私もね、あんまお金ない、貧乏人ですね、助かっております。このね、カメラと、写真を、紹介しつつ動画を作っていこうと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。いいなと思った方はね、ぜひぜひね、いいねボタンを押してくださいね。もうこっちと押すだけなんで、あとね、コメントもね、たくさんお待ちしております。一応ね、見落とさない限りは全部返信する予定ですけども、仕事のね、状況によってコメント返しが遅れたりするのは、了承くださいませ。で、チャンネル登録もね、ぐんぐん増えておりますけどもね、ぜひぜひね、まだチャンネル登録してない人がね、再生してる人の半分ぐらいになっているはずなんでね、まだまだチャンネル登録、受けております。はい、でね、フィルムね、その以前、フィルムのね、その取り巻く環境が厳しくなってきてるということで、ちょっとでもね、貢献できるようにね、頑張っていこうと思ってます。皆さんもね、何かアイデアがありましたらね、こういうことをしたらもっとフィルム写真が流行るんじゃないかとか、例えばね、ツイッターやられてる方だったら、フィルム写真の、情報をね、シェアするとかね、いろんな方法でね、みんなでね、フィルムカメラのね、現状をなんとかね、良いものにしていきたいところであります。はい、今日の動画はここまで、それでは次の動画までお待ちくださいませ。それではごきげんよう。さよなら。